エドワーズ空軍基地は、アメリカ合衆国のカリフォルニア州の東部にある、アメリカ空軍の基地である、モハーベ砂漠のロジャース管庫に作られている。様々な機体のテスト飛行が行われる、航空機開発の拠点として知られ、スペースシャトルの帰還時に、ケネディ宇宙センターへの帰還が困難な時には、同基地に帰還することで知られている。1933年に開設された。 主に航空機の開発、研究、調査を行う基地である。元々の基地の名称はミューロック陸軍飛行場であったが YB-49 のテスト飛行中に事故死したグレンダブリュー・エドワーズ大尉にちなんで1950年に解消された。空軍の飛行試験センターやテストパイロット学校 NASA のアームストロング飛行研究センターなどが所在する。 フライトテストの聖地として知られ、過去に多くの著名な記録的フライトが行われた。エドワーズエアフォースベース、オフィシャルサイト、ハット FAA Airport、マスターレコード 4LW、エフェクティブ2008年4月10日。ありがとうございます。